男の方がいい。まず造形に無駄がないよ。美の本質は機能美さ。私は断然女だな。女の体って見てて触りたくなるもん。うるさい。どちらもそれぞれ美しいですよ。見た目だけの話なのか。俺は男がいい。調子や捜査官も性に合ってる。この前女同士でしたじゃん。あれは興味本位だ。うっそー、かなり楽しそうだったけど。よくこんな気難しいやつ相手にできるね。そこがいいんじゃない。お盛んなのはいいことですよ。うるさいな。雑談は終わりだ。定例報告を始める。数日前に上陸したとみられる人間たちだが、これまでとは様子が違うようだ。人数は少ないが個体がどう猛。多くの送信が殺された。獣人、てめえの見張りが適当だからだろう。海辺で見つけた人間たちも取り逃がし、昨夜も門の前で別の人間に苦戦。情けねえ野郎だ。しかもその姿、タオを使いすぎたようだな。哀れ。自業自得だね。人間相手に騎士会までするほど追い詰められるとは。やめろジュファ、我々は家族だ。家族は団結するもの、そして従うもの。つまり私にだ。私だけが獣人を傷つけていいんだ。わかったよ。お前こそ森で遭遇したという人間、ちゃんと始末したのか。瀕死にして穴に放り込んださ。今頃は花だろう。甘く見るなよ。問診の死骸も発見された。あれを殺せる人間がいるならただものじゃない。獣人を追い詰めた昨夜の人間といい、今回は何かが違う。仮に穴から出てこられたら、手追いの獣は恐ろしいぞ。一緒に上陸した人間も同等の力を持っていたら、かなり厄介なことになる。お前を騎士会させた男、しっかり殺したんだろうな。うん。まあ誰が来ようと我々の思いは一つだがな。永遠と宗師に。